しょうか。よろしいでしょうか。はい、お二人ありがとうございました。では最後に、皆様こんばんは。本当にあの皆様のおかげでですね、こうやってまたあのこのきらびやかなステージにあの立たせてもらえて、監督ともまたこうやってお会いできて本当に光栄に思います。短い時間ですけどよろしくお願いします。よろしくお願いします。女子率が高いですね。なんかね、久保田君がさ、メガネしてきたから、俺メガネ外してきたからあんまよく見えてないんだけど、なんかメガネの2人ちょっとかぶってんなと思ったから最近ちょっとあの、うん、コンタクトが合わなくてですね。そうなんですね。最近ちょっと視力落ちてきましてですね。あらあら、はい、そうなんですよ。ダメですね。そんな話もしながらそんな感じで、はい、よろしくお願いします。はい、どうですか、反響、久保田さん結構届いてますか。なかなか多分皆さんよりも友達少ない方だと思うんですけど、そんなこいつがになかなか、うん、はい、ケンヤ面白いっていう声をたくさんいただきまして、はい、こうなんでしょう、 見た後になぜか泣いてしまうというか、特にやっぱ今日女性の皆さん多いんですけど、姉妹を持たれてる方の方が結構共感できる率が高いっていうのは結構聞いてますかね。はい、そう、一番多い方が気になるんですけど、5回以上見てる方っています。うわあ、えマジっすか、すごい、5回、やっぱえ、マックスはどこですかね、8回以上のマックスの方いますね。お、本当ですか。え、マックス何回ですか。12回。毎度ありがとうございます。本当にありがとうございます。本当にね、本当に皆様のおかげです。ありがとうございます。素晴らしい。でもあの見れば見るほどちょっとまた和成の見え方が変わってきたりとか、ありますかね。だって久保田君時代さ、この映画何回見てる。僕そういう処方ダメですよ。でも俺ですら3回だから俺ですら3回なのにすごい。いや、すごいっすね、うん、12回すごい、ありがたいっすね、本当に皆様のおかげです。王道といいますか、やっぱこう例えばこう病気の話とか、まあ、本当にいろんなエンターテインメントあると思うんですけれども、うん、なんかこう最後は良くなったりとかってすごいあると思うんですよ、うん、なんかこう華やかに終わるというか、うん、なんかそこをあえて狙わずにこうなんか皆さんが予想つかない方に監督が持っていくので、それが逆にこう見る人の期待を裏切るっていうのが一番この経営の魅力かなっていうのは思います ね。よく考えるとさ、兄弟喧嘩してるだけの映画だからね別に大したこと起きてないからね。それを12回も見てくださるとはすごいよね。人様の兄弟喧嘩12回も見たもんねすごいよ ね、うん、本当に大喧嘩して、例えばなんだろう、友達とかって結構本当にこう、うん、なんでしょうね、難しいんですけど、喧嘩したら結構それっきりになっちゃうことの方が多かったりするんだけども、やっぱり兄弟ってどんなにやっても切れない縁ってあるわけで、うん、お互い縁を切ってもやっぱり血はつながってるっていう、何かしらのやっぱつながりっていうものがあるところがこの作品の面白いとこかなって思いますけどね。はい、眠いですか、大丈夫ですか。だじゃあ俺ね、今日ね、2時間前にね、予約してた VIO 脱毛に行ってる。本当ですか。レーザー脱毛して、こんなとこで何をぶっちゃけてるんですか。今すごいよ、耳ずばれ状態でね、コンディションが悪いんだよね、下のちょっと見ていただいてる。なんかね、今耳ずばれ状態でもすごいツルツルになってるけど、いや、知らないなんてことをちょっと想定しながらちょっと話聞いてもらえれば、うん、ちょうどいいかなと。すごいですよ、こんな方がこの権威を作ってるんだ。そうなんです、すごい話ですね、うん、いやでも VIO 脱毛って言ってね、やっぱ女性が多いんで通じますね。そうね、うん、やっぱいいですか、うん、脱毛は。やつはいいよ、なんか本当ですかお風呂でずっと触りたくなるんでなんかツルツルしてると思ってうん、まあ映画の話しましょうね。何の話ですか。久保田さんがちょっと興味持ってる感じがね、今聞いてましたからね、うん、本当にびっくりしましたけど。 いいとこあったら教えてください紹介するよ。いやでもなんて言いながらお兄さんのね、託児、もういろいろな悪行、お家でもありましたけど、そうですね、どの悪行が一番ご自身嫌だなと思いました。いや、やっぱ無理やりキャバクラに連れてくるのはどうかと思いますよね。それですか。あれをやっぱ見せつけられちゃうとね、どうしてもこうね、チリリリリンっていうのは、うん、あれはないだろうと思いますけど、ね、あれ横で見てて、あれすいません、すごい気になってあそこばっかり見ちゃったんですけど、うん、本当にやってるんですか。本当にやってるけど、なんか新井くんにちゃんとこうやってずっと乳首ディン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 やるんだよって言ったんだけど、はい、なんか微妙にね、乳首をこうやってやってたって、なんかそのやられた方はなんか言ってた。微妙にちょっとずらして、微妙に新井さんは優しくて、優しちょっとだけずらしてくれて、だから私乳首弱いからすごい助かりましたって言ってたもん。なんか優しいですね、新井さんが優しいっつって、うん、
それを久保田さん横で見ていて何の話すごいな、すごい、いや、さすが敬遠ですね、さすが敬遠ですね、敬遠ですよね、はい、他そんな嫌じゃないですか、もう家にね、それこそ女性がいたりとか、自分のベッドでさ、知らない女だけで最悪じゃない、なんか、はい、部屋燃やされてたらちょっとさすがにですよ、それも嫌ですし、ね、切れますよね、そうですね、あれはやっちゃいけないと思いますよ、うん、絶対に、ね、うん、まあ、そんな拓司、新井さんが演じてますけれども、はい、新井さんと初めて会った時と今とでちょっと印象変わってたりします？はい、いや、まあ、やっぱり本当にあのたくさん映画やられてる方ですし、はい、あのどこか、今ふと思うと自分の兄に似てるんですよね、あの全然タイプは違うんですけど、すごくまっすぐな人で、やっぱ大人の男性といいますか、あのいいことも悪いこともちゃんと経験して、で自分の中でちゃんと選択をして自分の道というものを突き進んでる方なので、そこの部分はすごい似てるなっていうのは思いましたね、かっこいいなと思いますね、むしろ、はい、同性から見てもやっぱりかっこいいと思いますね、すごい、新井くん、はい、結構顔怖いけどすごいまっすぐというか、多分俺してる中で嘘つかないランキング、はい、かなり上位に来るぐらいの、ね、本当にまっすぐ なんかです、ね、人、すごい嘘つかない感じ、ツイッター見ててもすごいわかりますけどね、すごい素直に書いてらっしゃるんだなっていう、うん、でそうなの、初日舞台挨拶の時だってあれですよね、あのインスタライブしてたんですよね、知らない間に一人で、あ、そうなんですか、一人でタバコ吸いながらなんか誰もいないところでインスタライブして、あ、今終わったんだよとか言って、あ、そうなんすかみたいなあ、なんかあんま盛り上がらなかったみたいなことを言ってて、あ、すげえこの人まっすぐだと思って、まっすぐ、はい、真面目な人ほどこうなんでしょうね、それを発散する場所をどこかやっぱり見出せなかったり、なんか仕事の顔と裏の顔というかでなった時のこう自分で自分が分からなくなったりっていうのは、正直自分もそのこの仕事をしててちょっと分かるなと思って、自分が何者なのか分からないというか、ふと休みになった時に何してるのか分からないとか、なんか自分の欲って何なんだろうとか、そういうのが分からなくなった時にどこかやっぱ爆発するんですよ、あの感覚はちょっと分かりますね、自分ってどこに行くんだろうとか考えたりやっぱりしますね、そういうことって男性の方が多いんですかね、女性ってそういうのありますか、もう全然共感ないんで、いや多分でもひょっとしたらそのカズナリも見ていて、こう人によってちょっとだけキャラクターが、例えばマコの前とユリアの前とでちょっとキャラクター違うじゃないですか、まあそれは付き合ってる付き合う前からちょっと違うなと思ったんですけど、そういうことって多分女性でも結構あるんじゃないかな、演じてしまってるのかなっていうのはありましたけどね、表の顔と裏の顔ってやっぱりでもあんまり誰でもありますよね、逆に言うとその裏の顔と表の顔がないやつが託児みたいなやつが、逆に言うと世の中から見ると大人になれよって言われる、素直なはずなんだけど大人になれよって言われてる人で、使いやすい仕事できるやつっていうのはこう二面性を持ってるっていうのが、結局そっちがスタンダードな感じなのかなって気はするかなと思う。社会的にはやっぱそっちの方が、カズナリの方がまだこう生きていける可能性はあるかもしれないですよね。あの私一つ気になるのが、カズナリは本当にマコのこと好きだったのかなっていうのは、俺もねそれ ね、あの結局そんなに多分ね、俺の自分が書いてんだけどねなんか自分が書いてんだけど、なんとなくの微妙な、まあちょっと性的対象としては OK だなっていうぐらいの感覚でしかなく、多分この別れようってなった時も別にっていう気持ちで、なんとなくちょっと、そっかっていうのを演じてる自分がいるみたいな感じな雰囲気の人なのかなっていう感じですかね。多分こう付き合ってからどんどん変わっていくタイプかもしれないですね、カズナリの方が、お兄ちゃんの方が多分ずっと変わらない人というか、なのかなっていうのは思いますけどね、一番共感できるなと思ったのってどの人物ですかね。で俺カズナリだな。あ、カズナリですかね、なんか俺結構ずるいから、ずるいから割と、あ、なんか、あ、最高じゃないですかって言いながらクソがって思ってるよ、だって俺、あ、でもちょっとでも正直わかります、それは。そうでしょ、はい、あ、人ちょっと合わせる癖あるんで、なんかなんだろうな、本当はこうなんか裏ですっげえうわっとか思ってる瞬間とかやっぱあるんですよ、それを客観視した時に、うわやべえ今最悪な人間になってるみたいなのは感じる時あるから、結構カズナリ近いですね。あ、今
急に喋るの怖くなってきました。あ、本当ですか。はい、うん、まあ、だから本当にあの、ね、年齢も年齢ですし、今年30になるので、うん、ちょっとずつ本音をもっと、まあ、本音で生きてますけど、今でもね、うん、こうもっともっと本音をさらけ出して、うん、まあ、なんか毒キャラにはならないくらいな、ちょうどいいところで生きていきたいなと思います。の話だっつってね、すいません、そう、俺もね、あのお金を出す一番偉いプロデューサーの前ではすっごい使いやすいやつ俺あで趣味が合いますねって感じ、俺おマジですか、同じこと考えてましたみたいな感じの、私は好きですかみたいな、もうそういう感じだけど、まあそれからなんか力がない人になる上でだんだん不機嫌になってくる、ね、のけぞり始めるっていう、うわーガーッ、今日大丈夫ですか、マスコミの方いらっしゃるんですけど大丈夫です、全部これ映画業界こんなもんです、あ、はい、そうですか、はい、そうなんですね。監督、この作品撮ってる中で一番楽しかったのってどのシーンですか。楽しかったのなんだろうな、あ、ラブホテルの撮影があったじゃない、ありましたね、2人がさ、役者としてダメなシーンですよね、あれね、いや、うん、まあ、あの腹筋バキバキだったんだけどあれダメですよね、最初あの2人が 奥にいるじゃん、かけいちゃんが、はい、で最初手前にピントしてたの、ピントってあのフォーカスがあってて、かけちゃんがちょっとボケてた、うん、それでバキバキじゃん腹筋が、でこれちょっときついなと思って後ろにピントを合わせたの、うんうんうん、なんだけど目がどうしてもピント合ってなくバキバキの方に未だに行くっていう、であれさ、なんかさ、ちょっとさ照明とかいろいろライティング準備してたじゃん、 ね、それでじゃあ甲田君入りますって時にさ、俺ビデオでさ、あれ見れるんだよね、ラブホテルって映画とかなんかこうあそこにある、そこで俺ヒーローマニアをかけてそうだ入りまーって時に俺ヒーローマニアをかけてそれもう何にもそれで触れないで普通に作業してだからおなんかこれそうだそうでしたね、うん、それが俺ちょっと楽しかった、そのあのもうそそ来るなっていうその時すごい楽しかった俺悪意でしたよね、なんでこれかけてんだろうと思っててそうでしたね、ちょうどそうそうちょうど流れる転がりでしたね、そうそうそう、しかも何も触れなかったんですね、そこに、だから、うん、今かけてるよとかっていうこともなく、ただ準備してるって笛で入ってきて、おおえっつってなんでこれやってんのみたいなちょっとかけたなみたいな誰監督かやっぱりみたいなそんなことあったんですね、あのシーンってね、はい、そうなんです、実は向こうでちょっと、はい、あ、ごめんなさい、何ですか、大丈夫ですか、何でもいい、久保田さんがやってて一番楽しかったのってどこですか、楽しかったの印刷所のシーン僕すごい好きでしたね、なんかなんでしょうね、かけいちゃんに本当に興味ないのになんかよかったみたいないうあの心ないただの言霊というか、本人も絶対そんなこと思ってないし言われた方も絶対嬉しくないっていうか、でもあれ日常で違うこと考えてる人が出ちゃうじゃないですか、あんま出ないかな、あれが僕はあれ監督に言ってもらって最初のクランクインの日だったんですけど、あの時にあの全然もっともっともう抑えて全然芝居しないでいいからっていうので監督とフィーリング合わせてやらせてもらったんですけど、その時言われたあの感覚で、あ、これすごい日常にあると思って、それがすごく冒頭でしたし特に記憶に残ってますね、楽しかったというかあれですけど、あのかけいちゃんと久しぶりに病院の売店で会うシーンがありまして、なんかあの気まずさというか、まあお互いちょっとこう山を乗り越えた先での感じっていうか、あれは好きでしたね、小銭を貸してあげるとこですね、はい、なんかあでもやっぱそういう優しさあるんだなと思って、まあでもそれもこうお兄ちゃんのこととかあって多分優しくなれたのかなとか思ったりもするんですけど、多分日常的に何もなく平凡に生きてる和成だったらあんまりそういうことできるのかなとかっていうのはちょっと思ったりしたんですけど、でもあのシーン結構好きですね、はい、監督はこうできたものをご覧になってこうちょっと想像以上の出来になったなっていうシーンありました？そうね、なんかまあちょっとその4人じゃなく4人のところ全部もう今まあ喋りすぎてるんで、もうあれなんかオープニングのなんかあの謎の予告編、あれ絶対いらないでしょっていう感じなんだけど、あれからクランクインしてるよ、あれ初日あれだけしか撮ってないんだよ、うん、日数がしかもあれ20日間もないんで撮影18日間ぐらいでこの映画撮ってんのの、大事な18日の1日をあれだけに使うっていう、この共感共感ですよね、暴挙に出るっていう、うんうん、でしかもクランクインしてるからまだ真ん中に撮ってればさ、うん、いいじゃん、初日からあれやると本当にキラキラムービーを撮ってるチームの気持ちになって次の日印刷所に来て、
あ、そっかそっかこっちかこっちかみたいな、さらずに言って、うんうんうん、なんかね、あの感じは楽しかったね、うん、だって内容ほとんど決めてないし、うんうん、あの男の子も僕なんなんですかね、とりあえずあれだよ、時間ワープしたんだよお前よ、なんか叫べばいいんだよ、こういうの叫ぶの、そう、なんかワープしちゃったんだよお前はって、なんかそのぐらいの勢いな説明を結構省く、省く省く、よくわかんない、それいいですけどね、で彼女もとりあえず走って振り向く、走って振り向くで、なんかあの卒業したあのこの棒あるじゃん、あのこう卒業証の筒みたいな、うん、それ持って走っちゃおうぜ桜が咲いてるじゃん、走っちゃおうぜ行っちゃおうぜ、何に向かってか全然わかんないけど本当にあの皆様、今日は本当に短い時間でしたけどありがとうございました。ね、公開してからこんなに時間が経っているのにもかかわらず、こうやってたくさんの方、ね、立って見てくださる方も本当にありがとうございます。皆さんのおかげで、先ほども言いましたけれども、こうやって本当たくさん見てくださって、皆さんのこうお力で今日こうやってまた実現した日なので、なんか何でしょうね、なんか本当にそうやってつながれることってすごく嬉しいですし、まあ、さっきも話の中でもありましたけれども、こうなんだろう、嫌だなと思うことって本当にたくさんあると思うんですけれども、なんかやっぱそうやって思ってこそ人だと思うし、なんかその裏の顔とかって表に出したりしても、やっぱ自分の気持ちを伝えることがやっぱ一番大切だなっていうこともこの作品ですごく学ばせてもらいました。なんかそんなこともすごくこの作品から本当にたくさんの方に届いていっていただけたら本当に幸いです。短い時間でしたけれども、今日は本当にありがとうございました。久保田さん、ありがとうございます。